どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワテルです。報酬2倍と割引がおすすめ、初心者講座格納庫ビジネスガイドです。で、注意点なんですけども、初心者さん何も持ってない方はコサとかオートショップ、ナイトクラブなどを先に買った方がいいです。ある程度持ち始めたよっていう方で、格納庫割引中、そして報酬アップの時に買うのがおすすめということで、まず格納庫の特徴的なものなんですけれども、このザンクード基地内にあるものを購入すると手配度が軍事基地でつかなくなるというのが最大のメリットです。ではカスタムなんですけれども、どんなところをカスタムすればいいのか。まずですね、一番下のワークショップ、これはあった方が便利です。航空機をカスタムできます。次に居住スペース、つけたい方はつけるぐらいですね。それ以外の上の4つは全部ね、これファッションというかデザインなので、お金に余裕があるとか、どうしても変えたいよっていう方だけやるっていう感じで、下2つをね優先した方がいいと思います。特に本体とワークショップぐらいでいいと思います。で、購入するとこの航空機1機もらえるんですが、航空機には2種類あります。っていうのも、カスタムをいろいろできるものと、そうでなく色だけのものっていうのがあります。大きく分けて、ウォーストックのところで今丸で囲んでいるものっていうのはカスタムができて、バツにしているものは基本的に色を変えるだけというね、まあ、ペガサスで呼べるものが要するに色だけ変えられるよっていうふうに覚えてください。カーゴボブも色だけっていう感じですね、まあ、ハイドラも色だけ、ワルキューレも色だけ、サベージも色だけという感じです。まあ、バザードも可能です。で、それ以外に、こちらの航空機の方も、まあ、こちらも基本的に色だけかなと。では、ペガサスの航空機は何度も呼び出して格納庫に入れられるということで、例えばですね、ペガサス電話した時にヘリのところに、バザードをね、すでに持ってますよとか、ワルキューレ持ってますよとか、サベージ持ってますよっていう方は呼んでみてください。そうすると普通はペガサスのね、黄色い航空機アイコンで出てくると思うんですけども、これを格納庫、自分の格納庫にしまってみてください。で、これ何度も何度も呼び出して何機でも、格納庫に入れることができます。まあ、そんなに大量にね入れる必要はないんですけれども、じゃあ何ができるかというと、中に入れた時にワークショップがあれば色を変えることができるよと。なので好みの色、まあ、何機も欲しいよっていう人は、まあ、持っててもいいのかなと。また個人車両として航空機をパッとねアクションメニューから呼び出せるというメリットにもつながります。で、特に強さなどは変えることができません。続いて、ペガサス航空機以外の主にウォーストックのカスタム工具が多い航空機ということで、例えばアクーラなどですね、これは格納庫にね、持ってないと購入できないんですけども、カスタム項目が結構豊富にあります。もちろん性能もアップしますし、ボディペイントも豊富だったりとか、まあ、ペイントだけじゃなくて、まあ、基本的に全体的な性能が上がると。で、カスタムが豊富なんですけれども、これらの航空機、カスタムできるやつは売却が可能となっていて、これは個人車両の売却制限と同じカウントになりますので、まあ、大量にね、売りすぎると売却制限とかもかかりますので、このあたりは注意してください。で、このようにカスタム自分で好きなように可能となっています。まあ、おそらくこの航空機ね、カスタムできるものを所有するために格納庫を買うっていう人も多いんじゃないかなと思います。では今回の格納庫ビジネスガイドということで、ビジネスの方準備していきます。ロフトというかね、2階のところにある事務所のところから CEO とか MC に登録して準備を始めます。最初の準備はですね、航空機1個取ってきて格納庫に入れるだけっていう感じで、まあ、オプレッサーマーク2とかバザードとかね、移動に持っていると、この格納庫のビジネスは結構便利になってくるかなと思います。最初の準備はモーグル、今回これを格納庫にしまうと準備が可能となり、次に他のビジネスと同じように調達などを繰り返していき、で売却をすると。で、基本的にこの格納庫のビジネスなんですけど、大量に稼げるビジネスではありません。なので初心者さんが最優先にこれを買ってしまうと結構苦しむ場合がありますので、基本的には他のビジネスが優先した方がいいです。では、格納庫のビジネスの準備ができました。で、どんな仕組みなのかと言いますと、ちょっとだけね、この格納庫のビジネス変わってる点があります。右上のところ、ここでね、調達売却というのができるんですけれども、最大50個格納庫の中にしまうことができ、8種類の怪しいビジネスをこれからやっていくんですけれども、このビジネス調達を繰り返すことによって、
5個集めるごとに 5% の売却が上がるよっていうのがこの2種類で、さらにですね10個集めるごとに 12% の売却ボーナスというのがこの3種類ですね。でさらにですね、最後、この3つなんですけれども、25個集めるごとに 35% 売却ボーナスというね、ちょっと変わった仕組みのボーナスになってます。しかし50個大量に集めて売却っていうのは結構困難になるので、まあ、ためすぎ注意かなと。またこの格納庫のビジネスは割引中とか報酬アップの期間だけがおすすめということで、通常の時はもうほとんどねあまりおすすめはできません。では調達でいろいろな航空機を試せる、これもメリットの一つです。例えばですね、調達何か一つ開始したいと思います。連続でできないといってもクールダウンタイムはまあ2分とか3分ぐらいなんですけども、例えば何かをね調達しますと、そうするとその調達の内容によってはですね、持っていない航空機、例えばカスタムできるこのハンターなんですけども、これを試乗できると。で調達するんですが、このハンターミサイルがホーミングと普通のもの、さらに、弾幕というねめちゃくちゃパパパパパって撃つことができるっていうね機能を試すことができます。なので購入する前に格納庫の調達ビジネスをちょっとやってみて、この航空機使えるなと思ったら購入を検討してみるのもありです。またハンターは右十字キー長押しで下からボボボボと爆破弾をね落とすこともできたりもしますので、まあこれ落とした時ね画面がガン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 揺れますので結構迫力あるんじゃないかなと。まあこういったね航空機、普通のペガサスの航空機とはまた違う、機能がいろいろありますので、いろんなビジネス調達してみて、でいろんな航空機を触ってみてください。まあビジネスのその調達なんですけれども、結構ねハードなものももしかしたらあるかもしれません。例えば初心者さんで何にも持ってないよっていう状態だとちょっときついかなっていう時もあったりもします。なのでここで準備された航空機を使うのが基本的にはいいと思うんですけれども、逆にその航空機を使うと、まあ、厄介になる時もありますので、例えばですねオプレッサーマーク2とかバザードとか、または、コサトカについてるスパローをすでに持ってるよって人は、そういったものを途中で使って調達に使えるのもありです。では続いて次の、準備していくんですけれども、珍しいものも出てきます。例えばですねバザード、非武装バザードと呼ばれる、ミサイルとかマシンガン何もついてないただのヘリですね。これだと敵がいた場合何も攻撃できないので降りて銃撃戦する必要があります。なのでこういった時は自分の個人車両で調達も可能だよということで、オプレッサーマーク2などを持っていたら、まあ、簡単に調達できるよと。ただしねこの調達なんですけど、大体調達すると追っ手が来たりします。これもまたただのヘリとか銃撃してくるだけじゃなくて、普通にミサイル撃ち込んでくるやつとかも結構いるので、逃げる時にフレアなどができるとかなり便利です。要は撃たれた時に回避できるよと。ただしオプレッサーマーク2結構弱体化大型アップデート以降されてますので、まあ、ちょっとね不便になる可能性あります。またこの航空機、例えばタイタンをね護衛しろってやつなんですが、ミサイルロックかかりませんので、逆にオプレッサーマーク2はやりづらかったりもします。そして映画のワンシーンみたいなドッグファイトが面白いということで、普段飛んでいないでかい航空機がねいて、周りに戦闘機がねうようよいます。このでかい貨物機を破壊しろということで、周りにいるレーザーたちを倒しながら、貨物機をどんどんね攻撃していくんですね。これは用意された航空機を使うといいです。とにかくうまく逃げ回りながら、そして攻撃をしていく、これがね結構映画のワンシーンみたいな、普段一人ではこんな映像になかなかね出くわせないんじゃないかなということで、まあロックスターエディターとか撮影も結構いいんじゃないかなと思います。まだこちらはグレープシードの基地を破壊しろということで、下から爆弾を投下して破壊していくと、まあ、やりづらい場合は地上に降りて銃撃戦もありです。まあ、いろんな航空機を試せるっていうのがなかなかねいいんじゃないかなと思います。格納庫ビジネスの売却と注意点です。ではある程度、これね在庫を貯めた場合ですね、まあ、50分の50とか貯めちゃうと売却結構困難になりますので、まあ半分以下ぐらいがソロはおすすめかなと思います。まあ、今回撮影で10個しか集めてませんけれども、この売却での注意点なども説明します。格納庫のビジネスの売却、他のビジネスと比べてちょっと厄介だったりします。追っ手が来て結構撃たれたりします。でこちらからは攻撃がしづらい、
例えばフレアもねできない航空機だったりとか、またはパチ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 撃たれてそのダメージが蓄積して売却に使っている航空機が右のエンジンが停止してしまう、さらに左のエンジンが停止してしまうと、もうそれだけで墜落したら終わりっていう状態になりますので、現在、5箇所配達しなくちゃいけないのに3箇所目配達でもう終わってしまいそうな状態です。そうするとせっかく在庫貯めたのに半分ちょっとしか結果的に売却できなくて大きく稼ぐことができませんので、まあ、やばいなと思ったらちょっと在庫減っちゃいますけども、この時点で GT アプリを再起動するとか、まあ、セッション移動などをするといいです。例えばこのまま無理やり降りたらどうなるんだろうということで着地すると、なんとここでですね5分の3しか配達できていなかったのに航空機壊れちゃったのでクリアという判定になっちゃいます。この売却完了の文字が出てからセッション移動などをするんではちょっともう遅い状態になりますので、これでセッション移動しても在庫はもう売却し終えた判定になってしまいます。なのでこうやってね売却完了ってなる前に、ああもうダメだなと思ったら GT アプリを再起動がまあ一番おすすめですね。ということで格納庫のビジネスなんですけども、他のビジネス、ナイトクラブのビジネスだったりとか仕様のビジネス、そして MC のビジネス、それから地下記事のビジネス、そういったものと比べると稼ぎは正直悪いです。しかし今まで触ることができなかったとか、または触る機会がなかったとか、こんな機能があるんだなとか、いろいろ試せるんだな、いろんな航空機を乗り回せることができるんだなっていう感じで、ちょっとお金に余裕が出てきたら手を出してみる、まあ格納庫のビジネスかなっていう感じです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。